いで、ケイタリングスのアークやっていきたいと思います。今日はですね、アークの冬イベントこと、ウィンターワンダーランドの2022が、ついに情報が開示されて、新アイテムのリストが出てまいりましたので、そこら辺まとめてですね、今年のウィンターワンダーランドの情報詳細を一緒に見ていきたいと思っております。ということで、本日の目的はこちら、1つ目、冬イベント開催。2つ目、イベントの新商品。で、最後に、含まれる大型アップデートについてやっていきたいと思います。なんかね、今回はね、プラスアルファでアップデートがイベントとは別で入るみたいなので、そこも一応ですね、合わせてやっていきたいと思っております。ということで、まず一つ目に冬イベント開催という形で、一応アークの名前としてはウィンターワンダーランドというね、イベント名になっておりまして、で、このですね、冬イベントに関しては日本時間の12月15日から翌年2023年の1月6日までの開催予定となっておりますっていう感じなので、一応ですね、めっちゃね、あの期間的には長い。で、これは毎年恒例なんだけど、まあやっぱりあの欧米ってかなりね、あのきっちり休みますので、祝日はね。なので、年末のね、まああの祭日っていうか休日に合わせて結構ね、あの長く撮ってるというような形になっておりますので、まあ、がっつり12月の後半と1月の1週目が入っておりますせというような形になっております。で、イベントに関してはですね、ガチャクロースとラプトルクロースというね、2匹が出てきますので、その2匹を中心にいろんなプレゼントをもらって、結構ね、まああの美味しいイベントなんじゃないのかなというふうになっておりますので、まあ結構楽しめるんじゃないかなといった形になっておりますし、イベントカラーとしても結構ですね、あのディノアルビノが出ておりますというところなので、そこの面でも楽しめるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、早速ですね、次にイベントの新商品ですね、今回出た新しいアイテム、チビペット等ですね、見ていきたいと思っております。で、今回のね、あのアイテムに関しては、新商品に関しては残念ながらですね、まあ前回のターキーやその前のハロウィンと同様ですね、スキンがないんだよね。スキンが新商品が出なくて、チビペットとあとはプラスアルファのイベントカラーが出てくるというような形になっておりますので、まあエモートとかスキンがなくて、チビペットを出してイベントカラーを増やすというですね、2022年のまあなんか流行りのなんかなんていうかな、ムーブみたいなものがあるんだけど、それを引き継いでおりますので、最後もまあ残念ながらスキンは出なかったというような形になっておりますという形なので、一旦ですね、あのチビペット何が出るか見ていきたいと思います。で、チビペットに関してはまだですね、あの始まる前なんで、ウィンターワンダーランドね、なので実装されておりませんので、実物の恐竜出してますので、それを見てですね、これがチビペットとして出ますよというふうに紹介していきたいと思います。ということで、一発目はこいつです。アンドリュー・サレックスになっております。まああの今回ですね、まあ、予想された内容としては、あの1個前が確かフィヨルド・フォークだっけ、でその前がデスモダスだっけ、逆だっけっていう感じで、フィヨルドの新恐竜が徐々にチビペットとして実装されておりましたので、まあ、最後はやっぱり来るだろうという形で、アンドリュー・サレックスですねっていう形になっております。フィヨルドの新恐竜ですね。で、もちろんなんですが、もう1体のフィヨルドの新恐竜、そうなんです、このボスですね、フェンリルもちゃんと出てきますので、フェンリルも新チビペットとして今回は出てくるという形で、アンドリュー・サレックス&フェンリルが今回ですね、フィヨルドの新恐竜として出てきて、フィヨルドの新恐竜はコンプリートされたというような形になっております。で、次なんだけど、あのいなかったんだお前シリーズなんですけど、パキケファロサウルス自走らしいです。はい、めっちゃ昔からいてさ、結構さ、この頭突きで気絶値がたまるから、これでレックスデームしたりとかして遊んでたんだけど、そういうね、面白い能力を持つこのパキファロサウルス、こいつがチビペットになるという形で、なんか最近はあのセオリーというか、まあなんていうかな、そのこれも一つの流れなんだけど、2022年の流れとしてはフィヨルドの新恐竜を小出しに出してって、プラスアルファでなんかあの昔のっていうか、前からいるアイランドからいるこういった恐竜をチビペット化していくっていう流れがありますので、今回はその中でパキファロサウルスが入ってきたという形になっております。で、次なんですけど、次も同じパキファロサウルス同じ枠で、こいつディプロドクスですね。ディプロドクスがですね、新たに今回はチビペットになるという形で、まああのノーダメージなんだけど、ガンガン頭で殴ってきて、あの位置ずれを起こさせるというか、ノックバックを一生してくるというね、こいつがあの新しくチビペットの、 あの仲間入りをするという形で、まあ、あの古くからいて、まだお前チビペットになってなかった部門でね、ディプロドクスとあとはパキファロサウルスがおりますというような形になっております。で、最後にですね、チビペットのその季節ごとというか、そのイベントごとの特殊衣装というか、そのイベントで出てくるイベントスキンを着たチビペットっていうのがあるんですけど、その枠が今回ですね、なんと4匹の高原生物になってます。
衣装を着た4匹の高原生物ってあの赤と緑のバリエーションという形になってますので、今回もしかしたら例えばさあのパラサウロロスのブリーディングしてるさオスメスのハートの2匹つがいのチビペットあるんだけど、それシリーズで今回もしかしたら4匹いっぺんになんかあの登場するチビペットになるかもしれないなと思ってます。ただちょっと赤と緑のバリエーションあるよって書いてあったので2匹ずつね、例えばバルブドッグとグローテールとかシャインホーンとあとはフェザーライトみたいな、そんな組み合わせになるかもしれないんだけど、まあ、何かしらのこの高原生物の衣装を着た4匹が出てくるという形なので、その一文だけだったので1匹ずつおのおのね何か衣装を着たあの4つのチビペットが出るのか、1個のチビペットで4つのね恐竜があの入っているチビペットになるのかちょっと分かんないんだけど、まあ、今回はねそういった形のまあなんかね今までにない面白い、ね、特殊な形で出るっぽいので、まあ、そこら辺がちょっと楽しみだなというところと、やっぱりね人気な結構高原生物ですので、最近だとやっぱり高原生物にいろいろなイベントのスキンを着せたりとかで、まあ直近とかだと、まあ、最近だとあのバルブドッグがあのハロウィンでかぼちゃかぶったりとかしてますので、そんな感じでですね結構そのイベントごとのスキンを着て高原生物出すみたいな、そういったものがですね最近流行ってますので、それを今回ひっくるめてなんかおまとめセットみたいなので、それはですね一つのあのウィンターワンダーランドバージョンみたいな感じで出すんじゃないのかなという風な形になっておりますので、ちょっとね面白い試みが今回はね見れるんじゃないかなっていう風にね、今回のこのねあの一行を見た感じ思いましたねっていうところですね。衣装を着た4匹の高原生物っていう感じですね。というところで、次なんですけど、これがチビペットの全てになりますので、イベントからね追加されたものがございますので、イベントからも見ていきたいと思います。でイベントからって基本的にねあの大体毎年一緒なんだけど、その中でもですね今回はまあ今回っていうか今年のね、まあ、流れなんだけど、さっきも言ったんだけど入れカラーが増えてる傾向にあるんだよね。でそれに合わせてウィンターワンダーランドもイベントカラーが今までに出てなかったものが4種類出てますので、その4種類を見ていきたいと思います。でその4種類何かというと、ラベンダー、ディノライトパープル、ディノライトブルーで、ドラゴングリーンゼロになっております。でね結構ですね今回加入した新カラーはそんなでもないんだよね。そこまでパンチ効いてなくて、なんか前回だとシアンとか入ってたのでおおと思ったんだけど、今回はまあ91ラベンダーこれだったりするし、あとはですねこの薄いやつなんだ、この薄いやつは、30のディノライトパープルか、ディノライトパープルで、ディノライトパープルとディノライトブルーめっちゃ似てるんだよね。なのであんまりね違いが、今乗ってる方がディノライトブルーで右がディノライトパープルらしい、まあ、若干色味が違うけど、ね、っていう感じになってたりするんだよね。で最後にあの謎のですねドラゴンシリーズ、ドラゴングリーンゼロですね。ドラゴンのあの鱗って感じの色なのかなこれはっていうところで、まあ、この4色が新たにですねイベントカラーとしてウィンターワンダーランドの色に出てくるみたいな感じですね。まあ、ウィンターワンダーランドもともとねアルビノが出るねイベントなので結構人気だったりするんですけど、まあ今回の新色の入荷はそこまでなんか大々的な何て言うかな目玉の色っていうよりかちょっと地味めな、まあこれなんだみたいな感じの色になりましたね。まあラベンダーとか人気あるので91番とかねまあいいかなと思ったりするんですけど、やっぱりシアンとかまあ何て言うの、アクチュアルブラックとかそういったのって結構さ出るイベントが限られてるけどめっちゃ人気みたいな、そういった色があるんですけど、それ系統ではなかったかなっていう感じなので、まあ一旦ねこの4色が今回は新色として入りますというような形になっております。ということでですね、今回の新商品に関してはスキンは出なくてチビペットが出まして、でチビペットね無事フィヨルド生物新生物コンプリートっていう感じですね。で最後に4匹の高原生物のなんかよくわかんないけどペット赤と緑のバリエーションみたいな感じで書いてあるんだけど、どういうことみたいな、赤と緑のバリエーションでなんか4匹がコラボレーションするのかなみたいな感じになってますので、ここの高原生物の4匹がどんな感じのチビペットとして出るかはめっちゃ楽しみかなっていう風に俺は思ってますね。というところでですね新商品はこんな感じにしておきまして、まあ、これがですねウィンターワンダーランドの新しい新情報というところになっております。で最後なんですけど、これはウィンターワンダーランドのイベントの内容じゃないんですけど、ウィンターワンダーランドのアップデートが入る際に同じくそのタイミングで少しね大型アップデートチックなのが入りますっていうところなんですけど、2つありまして、それがですねヘルナさんとロックウェルのボイスが入ります。でそれに伴ってアベレーション戦のボス、まあ、ロックウェルなんだけど、そこでもムーニーが変わるのかな、ボイスが結構入るらしいです。
で、2つ目がですね、スコーチドアースのアセンションムービー、まあ、要するにスコーチドアース の、 あのボスマンティコなんだけど、倒してクリアした後 の、まあ、あのクリア後のエンディングムービーみたいなのがあるんだよね。そこがなんかね変わるらしいので、これがどういう感じになるのかなっていう風になってますね。でこのラインはもともとスイッチ版で新しくストーリーをより分かりやすくするためのアップデートとしてあったんだけど、それをまあ逆輸入みたいな形で本家の PC 版とかプレステ版に持ってきたというような形になっておりますので、まあ、今回のアップデートとともにここら辺が一緒に入るので、あのスコーチダースアセンションムービーとか書いてあるけど、レベルアップするのかなみたいな、あの上限解放するのかなみたいな、アセンションがどうなるのかちょっと分かんないんだけど、そこら辺はまた実装してからね、いろいろ見て実験してみたいと思っておりますっていう感じなのでですね、あの合わせてウィンターワンダーランドプラスヘレナとロックウェル の、 あのボイス追加で、でそれに伴ってアベレーションボスが更新されて、あとエクスプローラーノートもその2人に関してはボイスが入って、であの2つ目にスコーチドアースの攻略後のエンディングムービー、アセンションムービーと呼ばれるものなんですけど、それがアップデートされて新しくなるよという形になっておりますので、まあ、ぜひねあの楽しみにしていただければと思います。スコーチドアースプレイする人少ないですけど、はいということでですね、今回はこのような形で、ウィンターワンダーランドのアップデート情報をお伝えしてまいりました。でこういったねアップデート情報のニュースとか、あとは攻略動画とかの他にですね、結構ですねあの身内のノリでというか内輪ノリで参加勢と一緒に非公式サーバーで遊んでるね普通の実況プレイみたいなのもあります。で結構ねワイワイ楽しくやってて、すごいバカなこともやったり、モッドでめちゃくちゃ難しいねあの縛りとかやったりとかもしてますので、ぜひねそちらを見ていただければと思います。生放送ねあの撮影としてやってるんだけど、火曜日木曜日土曜日日曜日やってるんで、9時からね夜9時からやってますんで、ぜひねそちらもよろしくお願いします。で最近はねマインクラフトもね一緒に始めまして、結構力を入れておりますので、企画名としてアークがライフアーク、マインクラフトがライフクラフトとなっておりますので、ぜひねそういった身内乗りとか内輪ネタでなんか結構あのキャッキャウフフして参加型で参加でと一緒にね遊んでいるっていうね実況動画も攻略動画も見ていただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。